ほな会見を始めたいと思います。いつもどうもありがとうございます。私の方から特にありませんので、何かありましたら。はい。渡辺です。はい。本日朝ですね、北朝鮮が、いわゆる弾道ミサイルと見られるものというものを発射しました。北朝鮮自身ですね、この失敗を認めて、また早期に再打ち上げを目指すとしていますけれども、この一連の、北朝鮮の動向について、ご見解をお願いいたします。今日も私は外務委員会でも発言をしていたのですけれども、北朝鮮が今、いわゆる人工衛星と称する正体を発射した問題について、我々はですね、国連安保理の累次の決議は、弾道ミサイル技術を使った発射や、開発関連のすべての活動を禁じていて、今回の発射は国連安保理決議に違反するものだということで、日本共産党としては、北朝鮮に対し厳しく抗議したいと。同時にアジアと世界の平和と安全の脅威となる核開発と関連した活動は中止し放棄すべきであるということを改めて述べておきたいと思います。同時に見落とせないのはですね、日本政府が弾道ミサイルの発射に備えるとして沖縄などで軍事的対応を強めていることであります。こうした政府の対応はですね、地域住民から批判と不安の声が高まっています。そこで日本がですね、さらにこれらのことをテコにして、いわゆる敵基地攻撃能力保有論などとこれを煽っていくというやり方に対して、私たちが厳しく抗議をし、これをストップさせるために頑張りたいと思っています。時事通信社の中西です。LGBT 法案についてお聞きしたいんですけれども、与野党3案が、出揃った状況ですけれども、まだ審議の目処すら立っていない状況です。共産党としても独自法案というのを提出されてますけれども、今後どのように対応していくお考えでしょうか。まずね、この LGBT 法案というのは理解増進ということでね、みんながこの各超党派で議論してきて、最低これだけはと言った内容をね、こう詰めてきたわけじゃないですか。それをね、統一教会保守派、自民党のいわゆる保守派、私は保守派というよりも反動派だと思うんだけど、そういうことの狙いの中でね、こうたたら踏まらされると、で結局審議をね、ずるずるずるさせないということ自体に目標にしてるわけですよ、という問題が大きなことだと。だから本当にこれを増進させようと思えばですね、少なくとも超党派の議連が決めた内容に基づいて我々みんなが提案してるわけですから、そうさっさと通すべきだと。でそうでないとするとですね、ほんまにこの今状況とすればですね、少なくとも昨日も出たように同性婚の問題がすでに裁判所で、出ているわけじゃないですか、判断がね。でさらに地方自治体でもさまざまなその同性婚をはじめとした現実の動きがあるわけじゃないですか。そういう時にね、このとどめようとする動きの中で起こっているという問題として見ないと、3つ出てるとか2つだとかね、いう話じゃないだろうと私は思うけどね。なんやねんと思うよ。話題変わりまして、入管法についてなんですけれども、今日の参議院で自民党と立憲民主党の国対委員長会談ありまして、明日 の入管法の採決について、自民党側は明日採決を提案したものの立憲民主党が拒否したというふうに聞いておりますが、共産党として採決のタイミングですとか質問審議がどのように考えてらっしゃるか教えてください。入管法はですね、緊迫した状況にあることはご承知の通りです。で自民党が採決を提案したということですけど、全く論外ですよね。で結局ね、この入管法がいかにこう人権侵害であるかと、でしかも現実にですね、それを判断したりさまざまなことをする参与がですよ、
全体の4分の1近くをねやってるなどという事実が次々と明らかになってくると。ですからこう行政自体が行っている現状自身がねデタラメだということが分かってですね、それをまた強行しようっつうんですからね、まあ、何をか言わんやと思いません？ですからね、しかも世界からこれ批判され非難されていると。そしてまあ同時にこの問題を通じてね、各党の立ち位置というのもずっと明確になってきてますよね。でね、私言ってるんですけどね、そのまあまだ今日は5月31日でしょ、憲法月間なんだよね。中学校の公民を教えてんだよ憲法。その憲法にはさ、その公民で教えてるのは三大原則といってね、国民主権、基本的人権、平和主義と教えてるわけじゃないですか。でその基本的人権っていうところのね、やっぱり思い、それがですよ、大きくやはり背景にあって、急速にこの問題が、けしからんということで運動が盛り上がっているということだと思うんですね。で一つ一つ審議を通じて明らかになってきているということを踏まえればですね、私どもはこのことを背景に、まあ、何としてもこれをね廃案に追い込んでいくために力を尽くしたいと思います。